パッて鏡見た時に、うん、あれ俺今日めちゃくちゃ男前だなって時ない？いやえない。もう驚くぐらいのってこと？だから別人のようにってこと？パッて見た時にあれ、うん、今日すごい仕上がってんじゃんみたいな。あ、多少のその肌のツヤとか、うん、目の張りとかであるけど、うん、うわ今日めっちゃ男前じゃんみたいな。あ、ない。剃るような驚きはない。あ、ない。うん、あ、そう。俺あったんだよ。なんで？結構あんの。3ヶ月ごとぐらいに。あ、今日仕上がってんじゃんみたいな。うん、で、これって、うん、すごい自分の中では俺あるあるだと思ってたの。みんな、うん。みんなあると思って、うん、一応さ、ツイッターにさ、つぶやいたんだよ。うん、たまに鏡見たときに、うん、むちゃくちゃ男前に見えるときってある。うん、でも、それってさ、すげえなんか恥ずかしいことだから、うん、ちょっとボケっぽく、うん、いやな、誰が言ってんだよみたいな、うん、笑いたきゃ笑えみたいな、うんうん、っていうふうにやったんだけど、うん、これ俺あるあるだと思ってて、うん、私もわかりますみたいな感じなのかなと思ったら、まああんまりそのなくて、うん、で、おーないんだなんて思って家帰ったら、うん、嫁がさ、うん、おいっつって、うん、機嫌悪いんだよ、うん、で、どうしたのって聞いたら、うん、お前ツイッター消せまさかえ、何っつって、いやいや今日のツイッター消せ、うん、あの鏡見たら男前だって一生思うみたいな、うん、つって、え、ツイッター見てんの、うん、つって、いやたまたまだよ、たまたま開いてなんかこうサーフィンしてったら、うん、お前のツイッターに、うん、あのぶち当たって、うん、で何つぶやいてんだろうと思って見たら、うん、鏡見た時で一瞬かっこいいみたいな、うん、もう気持ち悪いんだお前消せって言っていやで俺は嫁にさ、うん、いやでもさ、うん、そういう時ってない、うん、って言ったんだよ、うん、そしたらさ、うん、嫁が、うん、おいブス、うん、お前ブスなんだよ、いいからブスだから消せって言うんだよえらいボスのジャンプ、おいブス、お前ブスなんだから消せって言うんだよ。でさ俺もさ、そんなに責められる、そんなにブスなんかよと思ってさ、うん、で俺は言ったんだよ、うん、嫁に、うん、嫁さ、うん、嫁さんと言わないよ、うん、なんとかさ、うん、お前そういう時ってあるだろ、うん、つって正直に言えよ、うん、つったら、うん、正直ないと、うん、こんなことないんだよ、うん、みんなコンプレックスなの自分の顔って、うん、つってでそれをコンプレックスをそれをうまく隠すために髪の毛変えたり化粧をしたり、うん、女性なんて特にそうなんだよ、うん、な、うん、それを自分が鏡見てかっこいいな可愛いなって思うことは一緒ないから、うん、誰も共感しないんだよ、うん、って言うから、うん、俺は言ったんだよ嫁に、うん、でも俺はそんなお前の顔が一番好きだけどなって言ったんだよ、うん、そしたら思いっきり肩パンされたんだけど嫁のリアクションでね、ただのヤンキー、女性心がもう分かんなくてさ、いや難しいんじゃないそれは、なんでブスって言われなきゃいけないんだろうな。